魔法少女育成計画は、遠藤あさりによる日本のライトノベル。イラストは丸いのが担当。このライトノベルがすごい。文庫より2012年6月から刊行されている。魔法少女の力を与えられた者たちによる、生き残り合戦というサバイバルアクション小説。2019年10月時点で、シリーズ累計発行部数は60万部を突破している。 担当声優は、テレビアニメ版、ドラマ CD 版、魔法少女育成計画インドリームランドでの順で、表記。1名しか記載がない場合は、突起がない限りテレビアニメ版でのもの。本名については期間及び短編で公表されている、ものだけを記載する。出典は特に明記されていない場合、宝島社出版、魔法少女育成計画リスタート前編、後編より、 波山中学校の魔法少女たち魔法の国監査、部門混成捜査チーム反体制組織、グループピュアエレメンツプリズムチェリーを除き、魔法の国の技術とは全く異なる方法で作られた、人造魔法少女たち。魔法少女になりませんかという募集のチラシで集められた。自分たちが、人造魔法少女であることを知らない。魔法の国の魔法少女たち主に、 経験 S 市に人造魔法少女を研究している施設が存在するという匿名のメールを見て S 市にやってきた魔法少女たちピュアエレメンツの拠点となっている研究所に向かう三軒人プク派三軒人の一人アブラパチプクバルタの原神であるプクプクとその部下たちスノーホワイトにプレミアムサチコの創作を依頼する プフレの部下とデリュージの関係者たちプフレの部下である人事部門の魔法少女たち。プリンセスデリュージと協力してプレミアム、サチコの身柄の奪取することをプフレに命じられる。三賢人、オスクハ三賢人、オスクハの魔法少女たち。副派の儀式の妨害のためプレミアム、サチコの身柄を狙う。魔法の国陣人へ人事。 部門研究部門監査部門レジスタンス F 氏に結界を張り牢上する魔法少女たち。F 氏の結界は外から魔法少女や魔法使いが一人ずつしか侵入できない仕掛けになっており、これにより侵入した魔法少女をカッ撃破している。レジスタンスの関係者その他魔法使いなど本作は遠藤あさアサリのデビュー作である。 美少女を嫌いなこれだけの理由の観光後に考えられた企画のうちの一つで当初は魔法少女の学校が舞台で実は生徒が食料にされるというディストピア系の内容だったが担当編集との打ち合わせで何を書きたいかという問いに対して遠藤が魔法少女がぐちゃぐちゃになるのが書きたい胸を伝えそこから本作の内容が定まっていった イラストレーターについては、当初はもっと異なったテイストのイラストレーターを想定していたが、スケジュールの都合で思うように決まらなかったところ、担当編集がネット上で偶然見かけた丸いのの絵に目を留め、方向性は違うがこれはハマるのではないかと判断し、丸いのが担当するに至った。 当初は一部のキャラクターのみデザインする予定だったが、打ち合わせで導入や展開について話すうちに盛り上がり、16人全員描くことになった。遠藤は物語の見えない部分にあるお約束を好まないため、それらを取っ払って、少女であっても、ひどい目に合う人物視点であっても生きるか死ぬかわからないといった、読者が驚くような、 禁じ手のない感じの作品にするよう心がけている。また遠藤は、少女の戦いは好きだが、最初からひどい目に合わせることを目的とする作品は、好きではなく、あくまで結果として、ひどい目に合う作品が好きだと述べている。ストーリー展開の都合や、魔法の能力でキャラクターを作るケースもあれば、魔法少女ありきで展開を考えるケースもある。遠藤は、 キャラクターを作成するにあたってのこだわりは特になく、いろいろなバリエーションやモチーフ、魔法など、逆にこだわらず、幅を広くすることを意識していると述べている。キャラクターをデザインするにあたって、エンドはシンプルな指定のみでほぼ丸いのに任せており、丸いのは、誰が表紙になってもいいデザインにすることや、立体になった時に映えるように、 動いた時に絶対に可愛くないとダメだということを心がけている。メインとなる魔法少女の人数はどんどん半分になっていく感じがサスペンスとしていいと考え32人は多いため16人となった。口絵のイラストは一作目は作中の設定に合わせてゲームのアバターを意識した三頭身のキャラクターを描くことになり リスタート以降はアバターではないため棒立ちではなく、ポーズを取ることになった。2015年9月にアニメ化が発表され、2016年10月より12月まで ATX 東京 MXBS11 にて放送された。原作第一巻のストーリーをもとに、それに関連する登場人物の短編を入れるなどの再構成が行われている。 また、原作には存在しないラピューセル vs クラムベリーの詳細な戦闘内容が描かれている。第1話について、監督の橋本は、制作会社のラッチが過去に人がたくさん死ぬアニメを作っていたことから、不穏な匂いを感じながら、作品を主張する人もいることを想定し、開き直って、アバンタイトルから不穏な感じを押し出し、その後の本編で雰囲気を、 ガラリと変えることにしたと述べ、シリーズ構成の吉岡は橋本から第1話だけは、幸せな魔法少女のままでいさせたいと要望を受け、不穏な感じは、アバンタイトルと C パートに逃がすことにしたと述べている。ATX にて2017年6月より、再放送が決定した。パート進行に入る、際の魔法少女紹介に、放映時では、 本編未登場の時シルエットで隠されていた変身者の用紙が明かされている。公式サイトで配信のミニアニメ。ウェブ予告同様、眠りんの未登場。2016年10月4日から2017年1月24日まで、音泉にて毎週火曜に配信された。パーソナリティの東山直と沼倉真奈美が進行する魔法層女育成計画と、 パーソナリティの花森ゆみりがゲストを迎えて進行する魔法騒音な育成計画サイド D が交互に配信された。以降の記述は突起がない限りはラジオの公式サイトの記述に基づく。コーナーオーディブルにて2018年5月16日に大森ゆきと佐藤めぐみの朗読で原作の1から6巻までがオーディオブックのデータとして発売。ありがとうございます。